サンデードラゴンズ、今日のゲストは中日ドラゴンズの清水達也投手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか。あっという間ですね。あっという間でしたか。はい、最初から。リハーサルと違うことを。言いましたね。はい、これはクロスプラグという番組の C. M. みたいな。数秒のやり取りがあるんですけど。うん、最初リハーサルでは、私が。今日の意気込みはって聞くと。 7年ぶりの「サンデードラゴンズ」なので「暴れます」い暴れるポーズもそうですね変えてきましたねはい見せないですよそんな <laughs> <laughs> あと暴れるところじゃないですしねここはね謙虚に謙虚に <laughs> お手柔らかにお願いしますお手柔らかにお願いしますが本音ですあ本音はいえってことはもう最初から最初からもうみんなだしに行きましたよもう会場 <laughs> やるなああやられましたねやられました,しましたブルペンと違う投球するから本番でそうで,そうですよブルペンでいやこう投球練習でああ今日清水ちょっとあれかもしんないっていう時に、はい、本番で伝わるそういうことっすか <laughs>、はい 加藤愛さん、はい、せっかくだから聞きたいことをどんどん聞いていきましょうよ清水さんに。あの勝野秋吉投手、はい、とっても仲がいいということなんですけれども、はい、勝野投手のことをよっぴ太郎って、はい、呼んでるんですよね。はい。はい、説明してもらってもいいですか。えー、なんかあの人のなんかやってたゲームの名前がまあよっぴっていう名前だったんですよね。<laughs> え、まあ明義のよ。 よしから多分ヨッピーになったんじゃないですかね。よつ長り。金よしのよをってまあヨッピーになってたんですよ。でまあヨッピーヨッピーってずっと呼んでて、まあいつの間にかヨッピタロウに変わりました。え？あ最初はヨッピーでしたね。あ、そのゲームの名前のヨッピー。え、本当の最初はさすがに勝野さんですよね。あ勝野さんもちろん勝野さんです。だって初対面で清水さんの方が先にドラゴンズには入団してるのかな？ まあ、1年早いです僕の方そうですよね、はい、で勝野さんが入ってきます年は上なので2個上です最初勝野さんですよね最初勝野さんです、ね、はいそこからヨッピーになったのっていつ頃か覚えてますそこからすぐヨッピーですかの次の年確か同部屋になったんですよキャンプでおっはい、はい、キャンプ同部屋になってまあその1回 一ヶ月一緒なんで、まあ仲良くなりまして、はいはいはい、そこからですね、おそらく。多分。よく先輩を。キャンプで一ヶ月一緒だったとはいえ、よっぴーって言いましたね。いやー。ね、怖いっすね。<laughs> 若者の成長は。<laughs> <laughs> 自分で言うな。<え>怖いな。本当に。結構名前以外で呼ぶことが多いんですか。はい あ僕結構あだ名つけちゃう癖がありまして聞きたいですねほか、えー、に勝野さん以外に清水さんはこの人をこう言ってるっていうのをちょっと教えてもらっていいですかええー、まあ根尾君のことを「ねちろう」とかねちろうこれはなぜねちろうんでしょうみんながなんか木下さんとかいろんな人が「ねっち」って呼んでたんですよネオのことを「ねっちねっち」ってなんか違うなと思って僕は。<laughs> ね,ねちろうに変えました。あ、そうですか。はい、え、そどう、それをきっかけに、ねちろうって呼ぶ人は増えてる。<laughs> まだ見たことないですね。僕しか。あれ。浸透してないですね。全然。<laughs> ということは、ねちろうの方が。変。うん。<laughs> <笑><笑>ですね。ネッチの方が多分呼んでんじゃない。ですかみんなネッチ。はい。でも。ねちろうは、セカン…なんでしょう。あの、あ<っ>ファンクラブ日本。 ねちろにしてましたね。してた。してたっすよね。結構気に入ってたんですかね。じゃないですか。僕しか読んでないですよ、でも。あ、あれ。ファンクラブユニフォームの、このニックネームのねちろうは、清水さんから来てた。たぶん、そうらしい。であ、じゃ、でも本人が。取り入れてるんだったら、もう勝ちですよ、それ。ですよね。はい。はい。ありがとうございます。こういうのいっぱいあるんですよ、本当に。もっと欲しい。まだ。まだ欲しい。欲しい。え。 だろうな、誰誰誰がいるかなあまあ梅津さんのことを「バンギョンとかこれは長いんでここまでバンギョンまで来るあれが「バンンギョバンギョン元」「梅津」を「ョンこれちょっと教えてください長いっすいいで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 す大丈夫です梅津さん 梅津さん梅津さんとかよく言われててみんな「梅っつぁん梅津さん梅津さん」梅津さん梅津さんみたいな、うん、なんか違うな,うな<笑><笑><笑>あなたのネーミングのきっかけは違和感だもんねんまずねちょっと梅津さんじゃない梅っつん違うん, <laughs>、うん、なんかパッと降りてきたのがバンギャラ・メッツさんだったんですよえバンギャラ・メッツさん 梅津さん、梅津さんって呼ばれてたのが何か違うなって降ってきたのがバンギャラメッツさん。バンギャラって何？バンギャラメッツさんが誰なんですかって話なんです。<laughs> いバンギャラメッツさんっていう人は存在します。<laughs> そんな人は存在します。<laughs> え？っオリジナルってことですか。めちゃめちゃオリジナルです。バンギャラメッツさんが降りてきた。降りてきた。でバンギャラメッツという人は実在しないわけじゃない,やい,やいや？全然いないですよ。あなた大丈夫ですか？<laughs> <laughs> 僕がヤバいやつみたいになってます,す聞きましょうバンギャラメッツさんが入ってきた、はい、降りてきたで梅津さんが僕のことをタッチョンって呼ぶんですよタッチョンはい、まあ、タッちゃんとか多いんですけどバンギャラメッツをタッチョン風に言うとバンギョンじゃないですか <laughs> ん <laughs> <laughs> バンギャラメッツさんをタッチョン風に言うとバンギョンになるんですよ <laughs>

なかなか浸透しないですねするわけねえよマジ,かマジですか <laughs> でも面白いマジかはいマジかじゃない <laughs> マジか番業浸透しねえかじゃないですよおかしいあでもひょっとして今年そのファンクラブユニああいううに全然ダメでした もう個あこれ僕はやるんじゃないかなと思うやつが梅津さんはダメでした梅津さんにョ行はもう入ってきてないわけねはい梅津にももうあでもョ行はもう梅津さんは分かってくれますよだってもう梅津さんを見てョ行って言ってるんだから本人は嫌かもしれないけどはいとしか言いようがないもんね確かにそうだよねじゃあもう一人聞きましたよもうこれ自信あるんでしょ自信あるこれ多分はやると思う2024年絶対はやりますはい中地麗く君のことレイアップ どうしましたかこれ、ごめんね、番行があったから、期待した俺が悪い。<laughs> あのー、なんかすごい、中地レイヤじゃないのが来るかと思ったんですけど、レイアップなぜですかなんか、それも、まあ中地なんて呼ばれてるみたいな、結構いろんな人から。 あ別に普通に仲地とかレイヤーとかで、まあ、たまになんか友達同士でふざけ合ってレ「リオレイヤー」とか,かいるんですよ「うん、リオレイヤー」っていうなんかモンハンのモンスターに「リオレイヤー」ってやつがいるんでまあふざけて「ううリオレイヤー」とか言われたりしますみたいな「はい、リオレイヤーなんか違うなあ, <laughs> あなたの出発点は違和感だからリオレイヤーじゃないな」<laughs> なんか違うなってなって「はい、レイアップいいじゃん」って思って「レイアップ」って呼んでますいつも。 おはようレイアップって <laughs>、<laughs> え、え、<laughs> レイアップ流行んないですか。流行る気がしますよ僕は。あ、そうですか。<laughs> あれ。<laughs> ご本人の反応もいい感じですか。そう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 。あご本人の反応がなんかそんなこと言ってくれたの達也さんだけです。<ー>でしょうねそれね。<laughs> <laughs> <laughs> あそですか。えー。 で初めてですで、はい、嬉しいのかな長地さんはあよなんか嬉しいと思いますよそうですか、はい、レイアップがなんで出てきたんですかそのレイアップシュートそのバスケがお好きとかなんかうんうんなんか練習中かなんかにそういうレイアップの動きが出てきてえ野球の練習中にあ違うなんか上段のマークレイレイアップのマークみたいななんそんな多分流れで会話があってうんレイアップやんそれやつってって,言ってたレイアップって言って お前名前レイヤーじゃんみたいな <laughs> レイアップでいいじゃんみたいなあーそうなんですか初めてですよスタッフからもう終わりますょっていう <laughs> 合図が出たのは初めてす,、ね、すいませんいやいやいいですいいですえちなみにま,まだいるんですねあのニックネームを勝手につけてらっしゃる自由につけてらっしゃる方はまだいらっしゃるんですねほかにますあそうですかじゃこれはまたどこかで披露していただきましょうはい 清水さんどうもありがとうございました <laughs> ありがとうございました <laughs> <laughs>